ピアチェンツァカルチョ1919はピアチェンツァのサッカークラブである。2021から22シーズンはセリエ C 所属。1975から76シーズンのピアチェンツァの選手たち1993から94シーズンに初めてセリエ A に昇格。1990年代の多くをセリエ A に所属した。 経済的な理由から外国人選手を獲得せず、イタリア人選手のみでチーム編成を行う純潔主義を貫いていたが、2001年にチームの強化を理由にパルマ FC からブラジル人 MF フランセリーのマツザレムを獲得。長き伝統に終止符を打った。2003年にセリエビー降格となる。2006から07シーズンはセリエビー4位と昇格に近づく。 最終節、3位から6位のプレーオフに持ち込むことができる状況で、US トリエスティーナとの対戦となり、最低でも勝つことが条件だった。トリエスティーナとの対決は引き分けに終わり、ジェノアとナポリの直接対決も引き分けに終わったため、ジェノアが昇格決定、プレーオフに持ち込むことができなかった。2012年にチームが破産し解散したが、 2010年に設立された ACD リバタスプスがルパピアチェンツァイ SD に改名して受け継いだ。セリエ B セリエ C セリエ D。ありがとうございます。